信長の上洛の時に信長と義明との関係なんですけど、いつから信長と義明の関係が悪くなっていくのかということですね。前中を起きて、これによって義明政権は成長されていったと。でこれが義明 との対立の始まりであって、さらに1 9 7 0年には五箇条上昇を出して、さらに信長独裁権が強化していて、これに面白くない義昭が不満を高まったといったら、義昭と信長の蜜月関係でわずか2年足らずということになってしまうわけです。で、実際それがどうなのかということで、前長期で五箇条の上昇の中身を一応あの私なりに訳してみました。前長期で九箇条、まず最初に九箇条が出された後追加七箇条があります。 旧華状を見ますと、こういうふうな旧華僑ですね。普段から召使っている人間に関しては今まで通りにすること,と。これ、要するに今まで通りとは、今までの室町幕府のやり方。つまり、これは室町幕府の、えー、方法を踏襲しますということですね。公家宗などは、この公家宗というのは,実は、実際の貴族というよりは、要するに公家なりの、それ相応の関触を持っている、えー、有力な人々ということですね。まあ、将軍の具合があれば直ちに参勤すべきこと。相番者は常に参勤すべきこと。陪審は当番役以外に近づいてはならない。 この辺は別に、あの、信長の権力強化とは関係ないですね。信長の権力強化に関係あると言われているのは、この内装は停止する。あの、周りに訴えずに、えー、直接訴えるということですね。これは禁止すると。それから、あの、奉行人に指紋した以上はその決定に従いなさいと。これ、将軍に対してですね。義明は要するに、あの、奉行人の指紋がある以上はその奉行人の指紋に従いなさいということで、実は義明っついうのは、あの、 幕府の奉、えー、行人の、えー、採決に異、えー、を唱えることは基本的に認められていないと。で、訴訟を聞いては以前の通り、それから申し継ぎを通さずに、えー、当番衆が、えー、将軍に直接いろんな話を披露して、意見とかを披露してはならないと。つまり必ず申し継ぎを通しなさいと。それから、門跡の傍観、あるいは三文衆これ三文衆はあのこの辺はいずれも比叡山の関係です。医師、陰明寺は乱れに施、えー、行してはならないと。 えいうふうに書いてあって、まあ、これだけ見たら、あの実は、こうやってえ訳してみると、要するに将軍の権力をえ制約しているのは事実なんですけども、これ、要するに室町幕府のパターンなんですね。必ず奉行人というのはやっぱり通すという、あれですね。えー、数か月後に追加された7か条の追加では、自社本所領の統治業の地については言われなくおろしてならない。 この自社本序料というのがやっぱり出てきますね。自社本序料については横領してはならないと。それから債権、えー、の譲渡は停止すると。受け取り沙汰というふうになっています。これ、要するに債権の譲渡ですね。債権を、えー、誰かあの白紙で、えーまあ、手形の裏書きですね、えー。今でいうところの。喧嘩口炉については禁止する。それからいろんなものを入りふりな催促は禁止する。将軍への直訴は禁止。それから訴訟をするものは奉行人を経て本行せよと。 統治業者受け身を提出してある以上は安堵の決意を出すべきこと。要するにまあ電柱の置き手で,ですから、幕府の中での、えー、話ですね。だからまあ幕府の中でこう債権の譲渡を行うやつつまりおったわけでする停止すると、えー、いうのはまあ要するに、えー、幕府の規律の強化。あのはっきりここであの囲ったこの三つに関しては将軍の権力の 制約というふうに、まあ、見ることもできるんですけども、実際には、持ち幕府というのはずっとこういう形での将軍の権力の制約というのは行われてるわけであって、いや、これ、独裁どうたらこうたら言うてったら、それ言い出したらほとんどの政治は基本的に独裁というのはやっぱり、えー、されないと、今の政治の方がよっぽど独裁が強いぞというのはあるわけであって、普通は権力の暴走を抑えるためのシステムというのは、まあ、常にやっぱり考えられてるわけですね。 さらに、えー、信長の信長が義田代を政成者で五箇条の御書こ,こになってくると、さすがに信長がかなりでかく出てるなというふうに、まあ、言われるわけですけども、例えばこれ有名ですよね、諸国に御内書を出す,出す事情あるときには、信長に命じて書状、えー、を据えさせろと。 っていうふうに書いてあって、これは、あの、信長の、えー、書状が、えー、添えられていないと、この御内書には効力ありませんよ、ということで、いや、信長、えぐいなと思うんですけども、これも実は、御内書っついうのは必ず末状があるのが普通であって、あの必ず末状あるんですよ、これ。御内書には末状はつくわけです。だから、御内書を見たら、だいたいあの、小まる丸るは申すって、必ず書いてあるんですね。 だからまあ、ご内緒には必ず実は以上あるんであって、この室町幕府の話をえあまりまあ検討せずに、これだけをパッと読むと、わあ信長めっちゃ出しゃばってるやんと、将軍かなり削られたものですけ、ね、これ実は室町幕府の将軍系のまあ実はスタンダードであると。まあ、これはちょっとあ,のあれですね、どういうことだったら、今までの激地、要するに義明の決定についてはすべて破棄した上で考えて施政保障を定める。 これあのだから、義明の方がかなり、えー、暴走していろんなことをやっていたという可能性が、まあ、言えます。それに対して信長がブレーキをかけようとしていると、えー、いうことが言えるので、まあ、そういう意味では義明と信長の関係で言ったら、信長が義明をこう抑え込んでいるように見えるんですけども、それが、えー、信長の独裁というよりは、えー、要するに室町幕府のあるべき姿に、えー、戻そうとしているというふうに考えられるというふうに言われています。 これ第3条、幕府に忠誠を尽くした者に恩賞を出したくても、領地がない場合は信長の文国から出す。実はこの例って一例もないらしいです。実際にあの幕府がえまあ恩賞を出そうとして、領地がないから信長に出せ言って信長に出させた例はないみたいです。この条文通いうのは何のためにあるのか言ったら、まあ、あのー、しばしば実は義明はあのトラブルを起こしてるんですね。この恩賞を出すときにお寺の土地を取り上げて。 それをあの家来たちに渡すということを結構よくやってるみたいです。で、あの、あっちこっちの神社とかお寺とか、えー、公家から、あの、実は苦情が来てたらしくて、あの、義明はそれを平気でやっちゃったもんで、それに駒田信長が、そういう場合はうちから出しますから、あんまり間違いなことをせんといてくれ、ということを言ってるということは言われてます。で、えー、問題はこの第4条。 天下の義は信長に任せられた以上は誰をも通さず、上位を得ることもなく信長の思い通りに処理すべきこと。これだけ見ると、この天下の義信長の思い通りに処理、成敗ですね。これはあの、えー、原文では成敗になっています。この成敗、天下の儀、成敗というのどのように、えー、考えるのかですけども、これ要するにあの、えー、言われているのは天下正筆のための武力。 これを信長が担当するというぐらいのようになってくるわけです。もう一つのポイントは、これを信長が、まあ、あの幕府の外部からこういったことをやっていると。天下正筆のための武力行使を担当していると。えー、いうことで、この天下の技術の極めて広く、えー、天下成敗、つまり天下の処理すべてを信長が処理していると、これちょっと書きすぎであって、実際にはこの天下というのは、この天下の儀。 のは天下正筆のためのさまざまな成敗については信長に任せられていると、えー、いうことでまあ実際には信長の権限通のはそれ天下正筆のための武力行使であるというふうには考えるのが現在ではどちらかというと中心かなと。 上位を得ることもなく、えー、どうたらあの要するに幕府と独立してとで、こういうシステムって信長が始めたのかいったら、まあ、考えてみるならば、あのえー、足利義経の時の大内義興、あるいは足利義治、えー、のところの六角育てよりとかあの、そういうケースって結構あるわけであって。 まあ、あれは細川。細川原本は幕府の内部、内部とも言えないですね。これは、細川慶長先生政治についても、まあ、幕府とは独立して、えー、細川家と、えー、まあ、幕府。 奉行人たちが協力し、あるいは対抗しながらやってるわけであって、まあ、この天下の儀、えー、つまり、えー、これは細川、あるいは細川政元、あるいは細川晴元、あるいは、あの、えー、六角瀬頼、大内義雄、それから近くは三好長吉、こういった連中がやってきたことを信長がやってると。これはまあ、そういうふうに解釈すべきである。 えいうふうふに現在で考えられつ,つありますもう一つは天下正室が実現したので天皇への忠誠はそ略にしないことと、えー、いうことで、まあ、あの天皇への忠誠これはあのしばしば室町将軍家が天皇とあの足利をしてるなんかが大木町天皇と揉めたということをおそらく念頭に置いてるんだろうと思いますこういったことから判断すると昔はあの足利秋政権の政中 信長の独裁権の強化というふうに言われてきたんですけども、まあ、近年はむしろ幕府の再興、あるいは幕府の、えー、信長の幕府の積極的な関与と。 いいうふうふに見られていますつまり幕府を再興するときに、この電柱を起きてというのが、まあ、あの幕府の基本的な方針。だからここのところで信長が今までの下地は全部一旦白紙戻して、もう一遍やり直しましょうと言っているのは、要するにまあ信長にとってはこの本国寺の戦いのあと、本格的に幕府をこう作り上げていくと。それまでは、まああのこの、わあわちゃくちゃ、わちゃくちゃ、わちゃくちゃになっている状態とったのを、きちっとやりましょうというのが、まあ、おそらくこのえ電柱を起きて。 であり五箇条の上書というのはその再考された幕府の中で信長はどのような位置を占めるのかということを規定したものが、えー、この五箇条の上書であろうというふうに言われています1967年から伊勢に、えー、進行していきます信長にとっては尾張美濃やったら次は当然伊勢の方に入ってわけでってあのこのところをこう抑えて、えー、以上は今度はこちら側 特に北伊勢、あの、伊勢湾をこう、抑えるためには、伊勢湾をこう取り囲むように、やっぱり、あの、抑えたいというのは当然あるわけであって、伊勢の方に入っていきます。まず、えー、北伊勢を支配します。伊勢は、まあ、あの、二つに分かれて、北伊勢が、神戸、あるいは長野市という、えー、黒人が、えぇ、ー、まあ、支配しており、滝川和正を、えー、支配、配置して、 あの有力国人である神戸市には、えー、三男の信孝を、えー、継がせると。長野市には、えー、弟の信兼を養子に継がせて、神戸、えー、それから長野市、これを織田一門の中に組み込んでいくと。1969年には、えー、南伊勢に進行して北畠氏を抑えています。で、えー、次男の三七を北畠元へとして、えー、養子に送っています。これは後の織、えー、田信一ですね。 だから実際は北畠信雄ではなくて、織田信勝の名前名乗るのは本能寺の変の後です。本能寺の変の前は、えー、北畠智代として、えーまあ、北畠の名前を名乗ってました。1976年は北畠と俗名しますが、えーまあ、信勝さんは北畠智代のままです。北畠を別に滅ぼしただけじゃなくて、邪魔な北畠智則らを、えー、殺しただけです。 この伊勢信仰で一つのポイント信長の、えー、次男を北仏と友とよとするというこの条件ですけれども、実はこの北畑氏との戦いというのは、こ,この時に実はあの信長と上位が競り合うとあって、えー、信長と義明との間で競り合い、つまりあの強豪があったということが、当時の多門院日記から明らかなんですけれども、これはあの北畑氏との講和というものが、まあ、義明を担ぎ出して行われているのは事実なんですね。 要するに義明の命令という形で、えーまあ、あの信長は北氏との講和をやっている。その講和条件に関して義明と信長の間に信長が義明の出した講和条件に不満があったんじゃないかと、まあ、見られています。だから、まあ、1969年の段階で早くも信長と義明の間には不協和音があるのは事実なんですがこの不協和音が今後ものすごく大きなものになっていくかというとこの場合は 義明が信長に不満を持っているわけじゃなくて、信長がむしろ義明に不満を持っている状況、えー、なんですね。しかもそれが執行猶予を残すというほどのもんでもね、当時要するにまあ上位とす位えと書かれていますけども、最終的にえまあこれ、義明の考えを取ったのか、信長が考えを取ったのか、それはちょっとわからないんですが、この北畠氏の関係に関しては。この辺りからまあ小さな日々をやったのは事実は事実です。一応、1570年頃の戦国大名の半島を 見ておきますと、織田信長がこうにやっていて、武田氏はかなり広がってますけど、あの、織田と武田は、えー、仲がいいです。織田と、えー、徳川も仲がいいです。問題はここが非常に仲が悪いと。ええいうことですね。ここが非常にバチバチと仲が悪いと。この辺はなんか、あの浮きだとか、えー、いろんなものが入ってます。この辺は相良とか、えー、この辺大村とか、えー、この辺安藤とか、これで見ると、南部さんは、 三日月の、えー、丸くなるまで南部領というふうに歌われていますが、武田の方が広そうかなとか、えー、思いますね、えー。毛利とか武田がかなり伸縮しています。で、この辺はあの里見ですね。この辺畠山とか、まあ、いろいろありますけども、まあ、小田はかなり、えー、能尾平野からこの、えー、京都の国葬地帯と抑えているということが言えますね。で、えー、伊勢の方まで入っていたと。 えー、伊豆の北畠氏の支配権まで、えー、組み込んでいって織田は急速に伸びているのが170年、えー、の段階ですこの頃から、えー、信長包囲網ができてくるんですけども、えー、信長包囲網については次ということで一旦、えー、話を切りたいと思います奉行人っていうのが出てきましたね、はい、奉行人っていうのは例えば室町幕府の時代でいうと例えば誰を 細川勝元のような人を指すすんですか、まあ、いあの説明とかではあの幕府の関係者書いてありますけどもまあ,あのその担当者やから基本的には多分あの伊勢とか伊能とかそういうあたりやと思いますけど畠山光家とかそういう慣例の,のようなそうじゃない、うん、もっと下のそうそう実務官僚だと思います。 ご内書のところに粗以をつける、この粗以は誰がつけるんですか室町幕府の全盛期の場合だと。基本的には取り次ぎがやりますね。あのご内書が出てくる頃になると、取り次ぎがやります。で、とその取り次ぎというのは、例えば、あの南部市はあの大崎市で、大崎市の取り次ぎはあの柴吉康です。それからあの関東区法の取り次ぎは、 畠、えー、山光家とかあれはじゃあ芝居初つかであの菊池とそれからあの、えー、長尾とかは畠山光家あとそれからあの笹川久保三坂はあの細川持之というだからまあそのレベルの連中がだいたい取り次ぎやってるんでこの辺りがあのそれ以上出しますねそれ以上を出すことは分かったんですけどこの 信長と義明の段階に至ったらそれ以上は全部信長が書くと言ってるわけですかと言ってるわけです。室町幕府もこれ取り次ぎがあの家畜、えー、の乱以降取り次ぎが急速に伊勢家に回っていくんでまあ,あの一時はほとんど伊勢育ち家ですよね。であのだからまあいろんな人間があの伊勢育ち家と信長とはだいぶ違う。 言いたいところなんですけども、まあ、伊勢定地家は義、えー、政からおて,て様と言われててな、吉あの信長は吉明からおて,て様と言われてたんで、あのそういう意味では、あの多分吉義明的にはあの伊勢定地家と細川勝元と、えー、山田総あたりをたあ足して三で割らない感じの、えー、人物が信長だったんだろうなとは思います。だから室町幕府が衰えてきた段階では足利義臣にとっての大内義き 足利義住にとっての六角裾より足利義経と大内義時だと大内義時のほうが実力ありますよねうんあう信長もそういうあれなんでしょうねだってちゃんと義はのあは義経を建ててるしじゃあこの場合も大内義時が足利義経を建てたように 信長は義昭を立てるとうん。それでウィンウィンじゃないんですか？と言ってるわけですか？そうですね。で、まあ実際ウィンウィンだし。じ <laughs> ゃ、3個目にあの伊勢の官兵や長野に子供や弟を送り込みますよね。はい。で、この場合まあ、北畠もそうなんですけど、友則智房のおるとこ。に 豊臣を送り込んで,で、もちろん重心は連れていくんですよね、ド帳たりは。で、それで、じゃあ、北畠の一般家臣団というのは、織田信雄の配下に入るわけですか、北畠・智豊の。うん、で北畠の家臣団を解体してしまうというわけじゃない。完全には解体しない。あの結構、あのこの、続滅するときに、友豊にていしたやついますからね。<laughs> 北畑の家臣団の方でそうそう、田丸さんとか、い一門でもあの結構、そのまましれっとの部活の方にくっついたやつあの、くっついてきますから北畠を構成すしているメンバーとしては、トップが智則になるか、友豊になるか、織田家の人間になるかというのは、これはまあ有利な方を選ぶということですか。そううですねもうやらられちゃったらしゃる、ね 北畑を力で潰してしまうより、まあ、乗っ取るみたいな形になるんですね、今でいうと。そうですね。あのえー、と会社の経営陣総外というか、うん、まあ、いわばのあの株,で株で乗っ取って、あの役員は買えるけど、<し>部長さん以下は、今まで通おり、うん。役員もあの半分ぐらい残すと。例えば、CEO と、えー、COO は小田グループから送り込むが。 執行役員はいくつ、あの半々ぐらいとか普通の管理職以下の皆さんは、かなり北畠ですね、北畠の皆さんで、これ,これからはまあ,あの小田グループの中で頑張ってくださいと、そうそうそう、うん <laughs> 小田グループに入ることによって、まああの得があればね北畠の人たちとしてもね。そそうそう まあ、その伊勢南半分よりは近畿をこう抑える小田グループの一員さんあんたも頑張ってみませんか言われたら乗る <laughs> 乗るやつ結構おるんちゃうかなと平良直方が自分の老働どもを源の頼信に行き渡した時に「やった清和源氏逃来てよかった」という話ありましたね、はい、そっちの方がブランドいいしでああ北畠の、まあ、いわゆる従業員としても自分が特に不利にならなければ うん、リストラとかにかからなければまあ経営者変わってもいいやと武士の中世代は江戸時代のもんですからね <laughs> 東堂高虎なんか、うん、あのまあさすがに買いすぎやられたら7回ぐらい買えへんかったらいあの立派な人間じゃねえやと嫌 <laughs> なったぐらいだからまあ、まあ、織田グループに入って織田がダメだったらまた乗り換えたらええしとそうそう <laughs> 信長ね、はい、室町幕府の最高を目指し 義明がもっとうまく立ち回れば室町幕府がそのまま続いたということになるんですかそうですね信長としてはこう遅くまであの室町幕府を残そうと動いてますからね義明をたたき出した後もあとも義明の息子の義陣を立てようとしてるんですけども結局室町幕府が潰れてから多分2年ぐらい経った時についに信長は室町幕府の再興を諦めるみたいなところがあります。 信長としては義明をこうあのとりあえず矢をもとに立たせておいて自分があの天下正筆のために自分が働くと義明の仕事というのは結局朝廷との関わりとかそういった方面がポイントであって、まあ、両方とも大事なわけですね結局。あの何だ我々はあの軍事 えをやることと大事だというふううふに思うんです、まあ、義明にそれだけの能力は当然義明は結局そういう軍事力に関しては信長に頼らざるをえないわけであって、まあ、義明にできることというのは高い家柄を生かして、まあ、朝廷との接衝とかそういったことを行うと、まあ、結局義明がににあの逃げちゃった後信長そこで結構苦労しますよね公家との接衝に関してはまあ大決ましてんのは結構ポンコツやっただけに結構苦労したみたいだなと私は思ってます あれなんか大ぎましてんの「麒麟が来る」ではものすごく高貴で美しくあの有能な天皇ってけど私のイメージでこう資料をこう見た意味ではポンコツやな <laughs> 悪いがご花園のとはちょっと器が違うな <laughs> と思ってまし <laughs> 信長としては天皇も将軍もそれなりに能力のある人で期待される役割をちゃんと果たしてくれたらいいと、うん。 とといううことだっったたけどそなならなかったのは吉明に問題がある吉明は問題ありますね、この人は。<laughs> でこの人しかいないんですね、もう。そうなんですよ。だから、ポンコツでもこいつを数えか,す,かすなあかんわけですね。よしてるの兄弟に、まともな生き残ってるのいないんですかいないです。一人いたんですが、よしてると運命を共にしてるんですよ。あのあの小国寺の六音院に、あのあきのイボテがおったんですけども、こいつは殺されてるんですよ。 だから生き残ったのは吉明なの、吉明だけなんですね。あとはあの実は阿波の国に吉弘の子孫があるんですけどね。三吉が抱え込んでるあ三吉が抱えてるはいはい平島クポがおるんですけどもあれを担ぎ出すんいかないいかない。いない <laughs> 京都にいる人材で信長が使えるのはもう吉明しかなかったの。そうそう。だから信長は一応吉明の息子はあの吉明がいっちゃったともキープしてます。 だいざつうときは信長は義明の息子を後継者に立てるつもりだったみたいですね。ただ赤ん坊やったんで、結局諦めてあの、えー、そいつを出家させちゃって、自分が権大納言、右大将になるわけです将になったということは、もう足利に取って代わったということですか。うん、そうです